今回は元 AKB48 篠田麻里子さんの話題です。篠田麻里子さんは現在来年1月から始まるドラマの撮影中。このドラマはテレビ朝日系で放送予定の離婚しない男で、鈴木おさむさんが脚本を担当。放送作家と脚本家からの引退を表明している鈴木おさむさんの脚本家としての最後の作品になるそうです。大竹礼二さん著作の同名コミックが原作で、妻の不倫を目撃した男の底からの戦いを描いています。主演は元チビノリダーの伊藤敦史さん、そして篠田麻里子さんが演じるのが不倫に明け暮れる妻の役。篠田麻里子さんといえば今年3月に離婚を発表したばかり。昨年は自身の不倫疑惑が報じられ、 LINE のスクショやアプリに記録された行為した日、元旦那さんと口論しているのを録音したとされる音声が流出したりと、まさに泥沼の不倫離婚騒動でしたが、世間的にもまだ生々しい時期に不倫妻役。さらにこれは篠田麻里子さん自身が鈴木おさむさんに直談判して出演が決まったと言われています。作品にはいわゆる濡れ場が多く、篠田麻里子さんは NG なしの脱ぎます宣言をしたということとネットニュースは伝えています。騒動で篠田麻里子さんは一貫して不倫を否定していて、離婚発表後は双方ともにこの件を語っていないので真相はどうだったのかは分かりませんが、世間一般のイメージから言えば篠田麻里子さん以上にハマる女優さんはいないかもしれません。生々しい時期だからこそインパクトがあって話題にもなるということなのでしょう。ネットの反応はどうだったでしょうか。女優割と見かけた。武田鉄矢の水戸黄門で弓薫のポジションの入浴するくの一役をやってたし、誰にも愛されなかったってセリフは入れてほしいな。乃木でもどうかよ。元 AKB の成功者って誰かおるん？指原莉乃、川崎希、秋元康。はあはあ、麻里子ここ、そう上手だ。テレビじゃ聞く身は出ないよな。かわいいじゃ。ちび磨きってなんだよ。ただエステに行ってるだけ。麻里ちゃん何かと面白いから元 AKB の中では好きな方。ちびかな麻里子。演技力も磨かんとな。でもセミムードちょっと楽しみ。綺麗やろな。どれだけ醜聞にまみれても篠田はいい女。篠田の顔と体が好き。不倫が事実なのかどうかは夫婦間だけの問題ですから、叩かれなければいけない理由はないと思いますが、タレントさん女優さんとしてそういうイメージがついてしまうのは仕方ありません。篠田麻里子さんは AKB 卒業後主に女優さんとして活動されていますが、正直成功しているとは言えない状況です。世間のイメージを逆手にとって不倫妻役を演じ、ドラマがヒットすれば篠田麻里子さんも女優さんとしてブレイク。実際にそんな風になるかもしれません。だって篠田麻里子さんが演じる不倫に明け暮れる妻、やっぱり見てみたくないですか？最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは厳選した美女の話題を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。